はいどうも、こんにちは。と、凡人と申します。と、今日はですね、6月の三日日曜日でございます。と、今日の動画はですね、と、今日の午後1時キックオフでありました、FC ギフ対福島ユナイテッドのレビューでございます。結果は2対1、FC ギフの勝利ということで、まあ、この試合はね、と、まあ、一番まあ大きかったのは柏木選手のゴールとアシストが、 まあ働いいたというとうころですね柏木選手は、えっと、吉木風に移籍加入してからの初ゴールということで、本当に、えっと、ありがおめでとうございます。えっと、ゴールシーンなんですけれども、まあ、左サイドから持ち上がったところの、えっと、まあ、1回は、まあ、ゴールキーパーが反、ディフェンスが反、相手ディフェンスが反応して、弾き出されたボールを、えっと、まあ、中に、えっと、スペースが空いたところに走り込んでのシュートと。 いうところで、まあ、非常に、えーまあ、視野の広さをね、えー、とじっ彼のひ視野の広さを実感できるゴールだったかなというふうに、えー、思います。えーまあ、その後ですね、まあ、前半はシギフが非常に優位に、えー、働い、えー、優位に立ちながら、えー、とゴールに迫るシーンもありつつというところでしたが、まあ、前半の35分に えーとまあ、失点してしまいますね。あの時はちょっと守備の寄せが甘かったかなというところがありましたが、まあ、その後すぐにね、えー、と37分に船津選手のね、まあ、まさにゴーラストと言えるゴールで、まあ、逆転、そしてまあ後半も逃げ,そのまま逃げ切って、えー、2対1での、えー、と FC 記録が勝利ということになりました。うーんまあ、この試合はは、まあ、前半は まあ正直、FC ギフは良かったかな、まあ、特に、うん、柏木選手が何回もチャンスメイクをするシーンもありましたし、前の意識っていうのがすごい感じられたゲームだったんですが、後半、ちょっとね、やっぱり、FC ギフの、うん、ちょっと弱いところで、うん、ちょっと引きすぎてる試合運びになってしまったかなというふうに思いますね。うんまあ、もちろん縦の意識とかカウンターを狙うシーンは何回かありましたけれども。 ちょっと、うんまあ、引きすぎてしまったりとか、本、う、当、ん、防戦一方という感じの試合運びでしたね。うん、なかなかちょっと後半はやっぱりいつもの FC ギフの悪い癖といいますか、そういうところがちょっと露見してしまった感じかなというふうに思います。まあ、でも逆に今日はは選手リーグ戦では 初かなスタメンだったんですけれども柏木選手のやっぱりこのパスとか、えー、と周りを、えー、読む力っていうのが非常にうまく働いた試合だったかなというふうに思います非常に良かったんですあの、まあ、先ほども言いましたけれどもーボールをまあ動かす、まあ、ボールを持って動かしながらチャンスメイクっていうのを何回もしてましたしやっぱりそこが J1 で長らくやってきた経験とやっぱり技術の高さなのかなというふうに僕は感じました まあ,でもまあ逆に言うと、まあ、ちょっと今の FC 岐阜の課題のまあ2つ目になるのかなちょっと柏木選手とこの周りのサポートする選手のこの何、うん、て言うんですかねコンビネーションのところでちょっとまだ差があるのかなというふうに思いますねやっぱ柏木選手がこうパッとスルーパスを出したりとか、えー、サポートをしてもらいたいというところ いう時にまあ周りの選手がうまく反応できてないっていうシーンもありましたし実際、それでやっぱり縦パススルーパスのところでやっぱりずれてつながらなかったりなんていうシーンも何回もまあ前のえ彼が途中出場した試合でもそういうシーンありましたしうんそこがもう少しこう改善されていけるようになるともっと良くなるのかなという風に思います。はい まあでも本当、柏木選手、これでリーグ戦移籍してできて初ゴールということでね、まあ、リーグ戦自体はまだ半分いってない、ちょっといってないくらいなんですけどね、これからもどんどんゴールという形、まあ、ゴール以外でもね、えー、と、アシストだったりとか、パスとか、まあ彼の本当、持ち味を生かしたプレーをいっぱいいっぱいまあしてもらって、まあそれによってまあチームも勝つというな。 いうふうにね、いい方向にもどんどん向かっていってもらえたらいいなというふうに思いました。ということで今日の動画はですね、えー、FC 駅2対福島ユナイテッド FC の、えー、とレビューでございました。ありがとうございました。